は冷静にやった方がいいですよ。そうしたらここもフリックした。ここ狙わず縦につける、ボックスの中まだある、秋山狙った、決まった、同点ゴール。後半入った秋山同点ゴール。サイドネットを突き刺しました。後半13分、いいプレーです。まあ、サッカーではよくあるんですけど、もうチャンスがあって、スタジアムの雰囲気、これだけのお客さんが入ってちょっとざわつきましたよね。でそういう時って結構